따르뜨는 자 이만 그냥 おこわそっとしてくだらおけてじゃなんでクマソだよってほんでくだらそうを作ったクマソだよってことは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 クマソだ
アメックス。大きみとみかと剣にしたら必ずアメックス。ね、鴨大名っていうのはその徳川家康のこと。将軍になったから大名って知ってるんですよ。それまでしばらくこの家は大名じゃなかった。熊沢大名、仁徳王朝が滅んだ後、仁徳王朝は熊沢王朝を作る。その後はしばらくこの熊沢家は大名じゃなかったわけです。だから、じゃあ、岡田とか、機械人系の丘が作り得る。もともと熊さんやから。だから徳川家康っぽい戦い方だと思うよ。岡田とかな。岡田の指揮官を一緒なのかと。ね。岡田って名字のスポーツ監督。もう幸いって徳川家っぽい。ね。で、小室家。そうなんだ。じゃあ、小倉家は、ね、あるいは、小栗家は。ね子がつく家ってややこしいね。小川もそうやけど、小山、小山もそうやけど。え、どれが意味して、どれが、山通って。あれ、意味、入り乱れてんねん。小がつく名字。もうね、一回ね、分類できないから顔で分類するしかないねん。もう。そうやろ、だってもう顔で分類した方がいいやん、章がつく名字と言ったらな。で、小沢一郎みたいなのは完全に大和民族の顔やねん。な。で、小室家は明らかに家主の顔やん。だから徳川家言うてもやねん。でしょ？徳川家康の顔じゃどんな顔やったんですかと、まあまあ置いといて。で、そのうちの母方のおばあちゃんの方ね。いわびの、その、市原家。それを市原天皇、市原将軍って言われてたり。実は徳川家康が市原天皇で、徳川秀忠が市原将軍、つまり徳川の初代が亡くなるときは移動して隠れとって、お辻やお伺いみたいな、ただ現地の人は知ってる。だから市原の親戚であるうちの話は竹下渡さん、自民党の関係よう聞きはるわけ。高橋昇さんは聞かんかったけど、じゃあ三代目以降、徳川家光、あれは平和と民族。そんな落ちて、審判、古代の方に徳川松平を配置しとった。その回、天皇家、徳川家。天皇家は富士が作る。で、鴨大王家。じゃあ天皇家やめたら、加藤に。加藤天皇家の方がいわば、いわゆる。で、孔明天皇家。高校の高がつくのは全部熊本大王家だろ。孔明天皇はだから。まあ、鴨家の家。要するに加藤天皇家。亡くなったら、鴨家から始める。加藤のそっちやん。加藤のそっちやん。
まあ、ここは、まあ、多少、ノートしてるけど、負けたから、山川長州の、負けたから、でも加藤のも、面白すぎて、その加藤が2000円使わせた。って呼ばれた、2人も加藤は、で、結局、で、お振りはとか、ね、機械人だったでも、まず、ここに乗って、めんどくせえな。あれ？じゃあ間違えた。小室圭じゃん。小室圭やったから、徳川さん。あれ？じゃあ岡本やったか。あれじゃあ、岡田は秋信やったか。じゃあ、あれ？秋信はあれ駆け込んだ。ちょっと待って。岡田駆け込んだ。ちょっと待って。あれ見ても若なんですよ。あれ？小室圭。京都の京ちゃんってことは、あれ、おむく京って思い出せるけど、小倉圭って嘘読み方てか、おむく京ちゃんの人ってことは、ほんまの天皇って小倉圭ちゃん、あれで、スクラメンのつもりやんか。